関心トータクは倒れた。ご苦労は。しかし、呂布がトータクを。孫作、あざなは白府。高等の虎、孫権の長男で、孫権、孫昌公の兄である。反董卓連合軍に加わった父に従い洛陽に遠征、調査への帰路につく孫策は未来への期待に胸を膨らませていた。孫権殿、炎章は親父もみんなもビビりすぎだぜ。玉璽ってのは結構使い道があるんじゃねえのか。それこそ俺たちが遊戯するのにだってよ。ご入り用で。またお待ちしてます。
また会ったな。これから調査に戻るか、孫権。ああ、そうそうよ、いろいろと世話になった。礼を言う。それはわしのセリフよ。ようやく着いたな。何か音がしなかったか。孫権を捕らえろ。他の者は殺して構わん。玉璽だ、玉璽を奪え。玉璽が目的か。まあよい、まずは敵兵を蹴散らすぞ。熱くなってきたぜ。ここを敵に制されたはまずいか。よし、俺たちはここの守りにつくぞ。行くぞ。俺たちの獲物はあの場所よ。なんだこいつら、強すぎる。高等の虎、孫権殿ですな。賊のことを知らせてくれたのはお前。なあ、親父。親父の命令だからおとなしくしてるけどよ。剣術の顔見たらカッとなっちまうかもしれねえ。我慢はするけど限界ってもんがあるぜ。目標は決まった。いざ進軍開始。これより彼の地に進軍する。若輩よ、我が和田地をたどれ。ひとまずあの辺りを押さえておくかの。このどもかかれ。目標は決まった。いざ進軍開始。命令通り。ここは俺が制圧したぜ。でもよ、本当に良かったのか。賭けよ、大式虎たちよ。今日を打ち倒し、常陽に我らの武を示すぞ。
地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。ひとまずあの辺りを押さえておくかの。者どもかかれ。高等の田舎武者め、貴様らなぞわしが切り刻んでくれるわ。ひとまずあの辺りを押さえておくかの。者どもかかれ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。孫権とその老頭め、全部は一度引いて様子を見るか。敵将高祖めは逃げ去ったわ。さあ城陽へ向け進軍するぞ。敵将討ち取ったぜ。よっしゃ、この戦俺たちの勝ちだぜ。戦闘地であろうよ。
ご活躍よ。 目標は決まった。 進め！ 孫権が攻めてきただと？ 誰でもいい！ あの獰猛な虎を止めよう！ この城陽に近づけるな。 皆、 牙を向け！ 敵を殲滅するぞ！ 若輩よ、 我が輩に続け！ いざ敵陣へ！ 城陽、 守る！ ここ、 通さぬ！ 戦の主導権は我らにあり、激しく攻め立てよ！ よし、一気に勝利まで突き進む！ 今こそ敵軍を消滅せよ！ よし、王降伏やらいでか！ わしらは敵の兵器を潰そうぞ！ やったぜ！ 炎上天道家が！ わ、ね、キンク、守りは城に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。 兵器に損害が出ているだと。残る兵器で奴らをなぎ払え。 熱くなってきたぜ。その知略が、やぶれようとは。敵将、討ち取ったぜ。さすが兄上だ。熱く激しい戦をなさる。よくやったな、策。守れ孫権。 貴様なぞにこの城陽を奪われるとは。劉表様、こちらにお逃げください。逃がすか。精鋭たちよ、続き。
さて、おやし、炎術との話はついた。それと今日は今日も可愛いな大将。孫作様、もうからかわないでください。からかってなんかいねえって。高等の二教といえば誰もが知る美人姉妹だ。そのお前を嫁にできて俺は幸せ者だぜ。大教、もしかして震えてるのか。はい、戦うのは正直怖いです。心配すんな、お前のことは俺が必ず守るからよ。それにお前がいてくれや俺は頑張れる。天下の誰が相手でも負けやしねえぜ。孫作様、はい、私どこまでも孫作様についていきますね。孫作様、みんな行くぜ。劉陽を倒して孤島を平定するんだ。偵察部隊、俺に続け。敵を打ち払いつつ敵手を突破するぞ。偵察のつもりか。ならばもっと隠密にせよ。動きが筒抜けの偵察隊など投資はせんぞ。行くぞ。やっと敵の要所を叩く。熱くなってきたぜ。攻略目標は決まった。進め。門がこじ開けられた。どうすんじゃないのか。おお、見事な戦ぶりよ。我らも遅れを取ってはおれぬな。さあ行きましょう。私たちで要所を落とすわよ。せっ、やっ、私たちで要所を抑える。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。劉陽の将が立ちはだかるか。ならば倒して押し通るまでよ。行くぜ。
私たちで要所を抑える。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。さあ行きましょう。私たちで要所を落とすわよ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。攻略目標は決まった。進め。孫策の将兵やりおる。カールマイテ、無事に敵手を抜けられた。我らはこのまま南下し敵の情報を集めよう。さあこの戦、俺たちの勝ちだぜ。鮮やかだな孫策。
足場を崩し、戦意を損。おう、またお前と戦えるのか。竜陽殿の元へは行かせんぞ。狙いは定まった。敵の足場を崩し、戦意を損。やってるぜ。炎鵬天竜王様を脅かす者よ、死ね。竜陽殿が死角を、俺たちの勝負に水を差すというのか。セリア、行くぜ。セリア、セリア、勝てんか。本作軍の強さはどこにある。戦うだけではない、戦う意味、志の坂。この戦、俺たちの勝ちだぜ。足止めもできんとは。ならばこの手で孫策らを討ち果たすまで。孫策か。そうだ。いや、とにかく迎え撃たねば。孫策、兵器部隊用意はいいな。放て。おのれ、おのれ孫策、調子に乗りよって。いずれその勢いが災いを呼ぶであろう。よし、これで東東一帯は制したな。勝ち時を上げるのは俺たちの勝利だ。親父、守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。事の次第は話した通りだ。我ら孫悟は早々と許まあそんなわけでよ、早々と組んで炎術を攻めることにしたぜ。あの曹操が味方とは心強いですね。共に。ああ、
今回の戦、まず負けはすまい。今後も続く戦乱に向け力を蓄えられるか。それをすまない。お前たちにはまた苦労。演術なんか敵じゃねえ。俺が目指すのはその先だ。いつか高頭から中原に躍り出てやれ。その時はきっと曹操と死を決するんだろうな。曹操、よう、曹操。董卓の時以来。ほう、行くぜみんな。今までの借り、演術にたっぷり返してね。技の冴えでござるな。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。貴殿様が敗走しました。炎将軍との同盟は失敗です。もうどこからも助けは来ないってことか。それじゃ勝ち目なんかないだろう。これより彼の地に進軍する。逆愛を我が和田中をたどれ。攻略目標は決まった。進め。この地は我らのもの、断じて渡さぬ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。
敵の勢いもはや止められぬ。私は逃げるぞ。敵前の方とは超の風上にも置けぬ。その腐った少年叩き直してやる。剣業が落ちるとはなぜこのような目に遭わねばならぬ。しゃあこの戦俺たちの勝ちだぜ。鮮やかだな孫作。煩わしい連中だ。とっとと追い払ってしまえ。伝令、剣院様が敗走しました。剣業は孫作軍の手に落ちた模様です。敵はますます調子に乗ろう。進行に備え急ぎ守りを固めよう。おりゃでも持ちこたえられる。帝都である陳を前にして無礼な奴らめ。誰かあやつらを打ち払え。どう演術。孫作、お前には随分世話になったな。母上をさらわれて玉児を取られてよ。親父だってお前のせいで死んだようなもんだ。ねえ許さい。わしを陳を誰と心得る。天使たる炎コールであるぞ。頭が高い光よこの下郎めが。敵を押し込むぞ。続け。バカ、ありえぬ。このような無様を陳が晒すなど。これでけじめはつけられたな。よっしゃ。やりましたな殿。孫策は炎術を倒し江東をほぼ手中に収めた。勢いに乗った孫策は次なる敵を早々に定める。彼は周瑜と共に曹操の本拠巨匠吸収を計画。味方の戦意高揚のため出陣前に大宴会を開いた。もう天下は夢幻ではない。若き虎の前途には光が満ち溢れていた。この勢いが続けば巨匠攻略も夢ではないな。近頃君を清楚の覇王光雨になぞらえて小覇王と褒めせやす声があるらしい。ふん、俺は気に食わねえぜ。なぜそう思う。覇王じゃねえところだ。
ちいち小覇王って区別するところがまだまだだって言われてるみたいでよ。そうか、君はそういう男だ。せい、忘れるなよ。俺は本物の覇王になる。みんな、孫悟の天下は夢じゃねえ。俺たちで新しい時代の風を吹かせるんだ。